先攻、伊藤勇気、20歳。実はこの男、高校の時に甲子園に出て準優勝したっていうことが自慢なんで。元高校球児ボーカリスト、現在も大学で野球を続ける彼が今回挑戦するわけは、やっぱ歌が好きなこと、どっかの片隅にはあって、でモヤモヤしてて、でもこのままだと後悔するなと思ったんで、やっぱ挑戦しないと何も始まらない。対するは高校平林潤、22歳。一次予選では生まれてこなきゃよかった、そう言って飛び出した。合格です。本当ですか？おめでとうございます。声がすごく良くて、あとはそのご自身の曲だからというのもあるでしょうけれども、そのアプローチがすごくいいと思ったんですね。アーティストの匂いがしてるなと思いました、ね。服部さん、いかがでしたでしょうか？はい、往年の名曲をですね、その若い感性で歌ってくれて、どうもありがとうございます対決っていう感じですかね。非常にでも新鮮に聞きました。オリジナルとはまた全然違う感じで興味深かったです。それでは皆さん、ジャッジをお願いします。審査結果が出ました。それでは島田さん、はい、発表お願いします。僕が投票したのは平林さんです。原曲よりもなんか明るく僕は聞こえたんですよね、それが良かったのかなと思いました。続いて富田さん、いかがですか？僕が投票したのは、平林さんです。声質がキュートなんだなというふうに今回思ったんですね。あとはその全く原曲とは違う形で曲が成立していた、それらの理由で平林さんに投票しました。はい、平林さんはあと一つ票を取ると勝ちということになります。では続いて大沢さん、はい、お願いします。私が投票したのは伊藤さん。伊藤さんの方はちょっと違和感というか、なぜこの歌を選んでいるのかということがあったりとか、でもなんかこの人のこの歌い方で違う曲だったらどういうふうに響くのかなという可能性の方を僕はちょっと、今回は採用したという。服部さん、どちらに投票したかお名前を教えてください。私が投票したのは平林さんです。ということで平林さんが3票を獲得しましたので、平林さんの通過が決まりました。おめでとうございます。平林さんはもう本当に非常にこうマイルドで気持ちいいですよ、やっぱり。で、普通に気持ちいいって案外なかなかできなくて、透明感のある声と素直な感じで歌詞がストンって心に落ちてくる感じがとてもいいなと思いました。とはいえ印象に残ったのは私は伊藤さんの方だったんですね。そこはかとない和風感といいますか、カモメが何匹かは見えましたよ。すいません。いや、すごい悔しいです。それだけです。勝ち負けは考えないようにしてたつもりなんですけど、やっぱいざ立っちゃうとやっぱ負けたくないなって思いが強くなっちゃって、それで、いい結果が出せなかったっていうのはすごい悔しい思いでした。でも審査員の先生方に分かりやすいアドバイスいただいたので、これからの経験にしていきたいなと思います。